先輩から見て、そのなんかこの怪獣8号っていう作品について何かこれまでで印象的なシーンだったりとか、あの好きなキャラクターだったりとか、何かもっとざっくりとお話しいただけたらなって思うんですけれども、好きなキャラクターはね、やっぱ星名ですかね。星名、はい、やっぱちょっと悔しい、細め悔しいよ。あ、レノ、でもレノアニメでやっぱ見てすごいかっこいいなって思ったよ。やったなんか帰りたい、なんかやりづらいよ本当に。でもね、星名がね、そう、私でもこの二人じゃないかな、星名とハマるとしたらね、自分がオタクとして普通に見てて、ハマるとしたらこの二人にハマりそうだなっていう感じがする。その星名はどういったところが、やっぱこの細めでなんかひょうひょうとしてるとこはもうみんな女子好きじゃないのっていう。でしかもこう接近っていうのがまたっぽくない、なんかこのなんて言うんだろうな、あんまなんか労力の少なそうな方法を取りそうな性格をしてるけれども、そこがね、なんかこうギャップでそういいんじゃないかなっていうふうに思ってますよ。ありがとうございます。星名ありがとうございます。何ですか今の、もう早々に切り上げようとしてますよね今。いやいや、そんなことない、そんなことない。いや、じゃあ広げますけれども、星名と千本千本木さん、何、私は星名と、おこのぎと千本木さんの名前がちょっと今一瞬混ざっちゃって3文字だからね、2人とも。おこのぎと星名の関係性についてどう思いますか。いいんじゃないですか。すごく、でもおこのぎちゃんはなんか面倒くさいとも思ってそうだなって内心、なんかこのなんかいろいろ言ってくることに対して、あの情報を処理しきれないことをわーってなんか言ってきたりもしそうだから、だからそれに対して大変だって思いつつも、やっぱ言ってることも的確だし、すごく冷静で周りを見てるからすごく尊敬してると思う、だからそれもなんかこう突っ込んだりしてるけど、その信頼も相まっての突っ込みっていうのを意識してやってるかな。なんかだからツッコミでなんか嫌いな感じに見えないように、全然そんなことなかったです印象として。あ、ありがとうございます。すごいボケツッコミの感じのポジションで、ボケツッコミ、でも魅力的でした。そうね、ちゃんとツッコまなきゃと思ってツッコんでますよ。